きな言葉はペロペロキャンディー。はい、どうもいつもありがとうございます。さて、いつものお店にやってまいりましたが、状況は相変わらずといったところです。私の場合は AT 機などは打てませんし、ジャグラーもちょっとね、あの赤ちゃんみたいな台打てないので、まあ今日も今日とてディスクアップ実践ということで、早速やっていきたいと思います。まあここ最近はですね、エイリアン出して以来本当に確率の波というのはやっぱあるんかなと実感せざるを得ないような下振れ状態ですが、まああれからもうね3回目の実践ですし、今日こそはプラス1000枚を目指してやっていきたいと思います。それではウルトラアイスブレイクサンダーボルトファイヤードリフト。いつもの台がリセットかかってないんで、今日はこいつでいきたいと思います。暑いな。これは当てたい。まあまあバー行きますわ。もう死んだ。難しいな。当たらんな。
か当たってたか。おし、当たってました。よかった。スイカ？スイカか？当たりました。もうカメラ用意した瞬間でしたね。まあまあ良かった。Gentlemen!
めや。店長、ちょっとひどないか。確かにエイリアン出したよ。確かに5400枚ぐらい出ちゃって、まあ買ってしまったよ。だけどさ、あれ以来全く当たらない。やめてくれ、ボタン操作するのは。店長、そらないで。ほんまにもうこれで半分メダル返したよ。もういいでしょ。次こそは出玉爆裂ボタンをスイッチオンにしてくれ。いやまあ冗談さておき、ほんと不思議ですよね、確率のいたずら。まあ、いたずらという言葉で片付けてもどうかなと思いますけど、まあ何しろ当たらないです。もうね、演出もね、無演出ゾーンに突入してまして、もう全くと言っていいほどバイーンも言わなくなりましたからね。いやーこれでね、もう3回戦って全部負けて、平均で2万ぐらい負けてるんで、やばいっすよね。だからといって花火も稼働ゼロやし、あんなんねもう打てるような状態ちゃうから、まあ、ディスクアップしか打てないと思うんですけど、まあ、気分も変えてみてね、今日はいつもの台ではないところに座って打ってみたんですが、いやーいかんせんね、引きが悪すぎてね、なかなかね下振れゾーン突入って感じっすね。下振れか。人生40年間生きててもいつまでたっても下振れか。お疲れした。最近全然当たれへんわ。なんでやろうな。な、スタブレってやつかな。そうな。ありがとうございました。